イメラジオ第4154回、今日は令和4年10月9日日曜日です。時刻は午後1時、横浜港北、曇ってますね。ただし雨が降るようなそんなお天気ではありません。スキッと秋晴れのお天気期待したいところですが、今日は無理なようです。今日は英検の日、社会人のお方も含め教え子たちが何人も受けに行っていますね。出来はどうだったでしょうか。気になる一日です。さて、4154回目、今回は北朝鮮は日本を相手にしていない、こんなタイトルでお話しましょう。北朝鮮は日本を相手にしていない。北朝鮮は個人崇拝の国で、見るべき産業もなく、経済はガタガタ、貧しい国です。けれどその少ないが、ほぼ全てのそのリソースを、資源を軍に傾け、早くから核実験を始め、核開発を始め、そして核実験を行い、今ミサイルを飛ばすまでになっています。4600km も飛ぶそんなミサイルが開発された。日本では J アラートが鳴った。とはいえ、北朝鮮は別に日本を脅そうと思って今回のミサイルを発射したわけではありません。高橋洋一さんは三沢基地を意識して撃ったんじゃないか、そんなこともおっしゃってますが、私は三沢基地が狙っているとはとても思えない。もう日本のほぼ全ての軍事基地だけでなく、東京も大阪も北朝鮮はいつでも狙える。もう短距離のミサイルなら開発し、それに核だって搭載できるかもしれません。ただし今北朝鮮が日本に核ミサイルを落としてメリットがほとんどないので、それはやらない。ただこれだけのことです。いつやられてもおかしくないんだけど、北朝鮮がやらないだけのことです。北朝鮮は今日本に核攻撃をしてもメリットを感じない。もちろん日本だけでなく、どこの国に対しても核攻撃をすれば報復が発生し、自国もただでは済まないわけですから、それがいわゆる核の抑止力ということになります。そして今北朝鮮が必死で頑張っているのは、アメリカに対して核抑止力を行使できるその力を持つこと。4600km 飛ばす、もっと飛ばそうと思ってるんじゃないでしょうか。そうです、ゆくゆくはアメリカ本土に、つまりグアムとかハワイとか、そういうチャチなこと言わず、アメリカ本土に向けてしっかりと飛ぶミサイル、その実験を北朝鮮は始めることでしょう。そしてそれが完成してきた、しそうだということになった途端、アメリカは顔色を変えるはずです。しかもその顔色を変え始めた時はもう遅い。その武器を、そして核は北朝鮮も持ってるを手に入れたら、持ってますよと、開発も終わってますよ、実験も済んでますという段階で、アメリカはもう北朝鮮に対して何も言えなくなる。これが北朝鮮が今目指す究極の国家目標、今の体制を維持すること。もちろん韓国との併合など望んではいない。そして金正恩の後継者が、おそらく子供になるんでしょうが、金正恩に子供いるんでしょうか、
いるとして誰なんでしょうか。さっぱり出てきませんね。そういう情報は。それに継がせていくこと。これが目標で、日本をどうのこうのする、そういうことは北朝鮮首脳部はほとんど考えに入れる必要がない。北朝鮮は日本を相手にしていない。思えば海に向かって飛ばすのも、陸に向かって飛ばすことはできないという、ただそれだけのこと。北朝鮮から海に向かって飛ばせば、まあどうしたって日本の上を通過するよね。しかも上を飛ばそうが何しようが、非難だ、遺憾だと言いながら何にもしてこない。あるいは北朝鮮が日本人を拉致しても、日本から積極的な取り返そうという動きを、軍事行動も含め何一つしてこない。当然北朝鮮はそんな日本を見下しているはずです。日本は自国民をさらわれても取り返しにも来ず、口だけで非難、抗議、そして国民は無関心。この国民は無関心、これを北朝鮮は日本国内の北朝鮮エージェントを使ってしっかり情報収集をしているはず。この日本国民の無関心、拉致問題への無関心、ミサイルへの無関心、これがある限り北朝鮮は日本のことを考える必要がない。日本を相手にする必要がない。アメリカに専念できる。ここは日本で、私も日本人ですから、日本人サイドからものを言いたいところですが、この国民の体たらく、政治家とメディアのこのあまりにも悲惨な状況、北朝鮮に対して何も言えない。自分で自分を縛る。これは政府やメディアだけじゃない。国民と言ったように、それぞれの場所で日本人は話題にしない。なかったことにする。アラートが鳴った時だけ騒ぐ。済んだら忘れる。こういう国民は見下され、軽蔑され、そして利用されるだけだと思います。そして世論が喚起されない限り、この状況はずっと続く。そしてその世論が選挙行動を行う以上、そういった世論に配慮するヘタレな政治家ばかりが、これはもう党を問わない。立憲民主だの、自民だの、公明だの、共産だの、党を問わないヘタレな政治家しか出てこない。保守の新党がそういうあまりにも悲惨な閉塞状況に風穴を開けるかと一時期待はされましたが、どうでしょうか。まだ結論を出すには早すぎるんですけど、どうでしょうね。北朝鮮は日本を相手にしていない。日本は貧しい、軍事しかない北朝鮮に見下されている。結局その国の最終的な威厳は経済力からは出てきたりしない。それは個人においてもお金持ちだから威厳が出るわけでない。同じことですよ。イメラジオ4154回、今回は北朝鮮のことをお話しいたしました。日曜日です。